グラサンパークチャンネルへようこそ。ベーシストのパークです。今回はですね、僕が Twitter 上で行っているオンラインセッション企画ジャムルについてお話ししたいと思います。ジャムルっていうのはですね、僕が演奏のお題を毎回あげるんですけど、それに対してどんどん好きにこうセッションできるというような企画ですね。どんな楽器の方でもセッション参加してもらえますし、その皆さんが参加してくださったデータも自由に使って、さらにこういろんな人と音を重ねていったりとかできるような企画です。最終目標はね、これで1曲作るっていうのが目標なんですけど、そんなジャムルがですね、とうとう第21弾になります。先日まで20弾やってたんですけど、そちらをまず先にちょっと紹介したいと思います。20弾のお題はですね、こちらです。どうぞ。というわけでですね、第20弾はもうベースの素材をそのままドンと出して、それにどんどんみんなで音を重ねていってもらって多重録音を作ろうという企画でございます。で、たくさんの方が参加してくださいました。最終的にね、どんな仕上がりになったかっていうのも見てほしいと思います。皆さんがね、思い思いの演奏をどんどん重ねていってくれました。それがこんな感じです。どうぞ。はい、というわけでですね、たくさんの方に音を重ねていただいて分厚いトラックが出来上がりました。普段のジャムルではいろんなセッションを作っていこうっていうような企画なんですけど、今回はこの一つに対してどんどん上から重ねていこうっていう企画になってます。で、今回ですね21弾になるんですけど、21弾はですね、2月2日に僕の新しい EP「Curiosity」が発売になったんですけど、そのリードトラックですね、Curiosity のステムデータを公開します。ステムデータっていうのは各々録音したものを、ある程度パートごとにまとめたデータのことですね。なんでドラムならドラムセット、ギターならギター、ベースならベースという風にまとまったデータを自由にダウンロードして、使えるようにしました。もう普通に聴いて楽しんでもらうのもあり、コピーしてもらうのもあり、自分ならこう弾くって言ってアレンジしてもらうもよし、ミックスしてもらうもよし、もうね、煮るなり焼くなりもう好きにしてくださいっていう感じで、とにかくキュリオシティという楽曲を皆さんに知っていただきたいというような目的も込めての企画なんですけども、これでまたさらにね、ジャムセッションの輪が広がればいいかなと思ってます。で、ちょっとねショートバージョンということで短く編集してるんですけど、それも、一度見てみてください。こちらです。どうぞ。というわけで、フルバージョンはね概要欄から見てほしいんですけど、ソロとかねちょっとカットしてショートバージョンになってるんですけど、別にテーマのところソロに変えてもらってもいいですし、もう自由に僕たちとセッションしてください。というわけでですね、オンラインセッションジャムル、たくさんのご参加をお待ちしておりますのでよろしくお願いします。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。では。